うわー、騒いでるけど無理。うわあ、初めての俳句、緊張。おー、高級エンジンオイル。はい、ついに来ました。これからね、峠の方に向かっていきたいと思います。スバルとね、どうなんだろうね。ちょっと峠は行ってないんでね、まだ初なんで、どんな感じになるのかわかんないけど、まあ、行けるっしょ。ちなみになんですけど、納車昨日だったんです。もう来ちゃった、もう来ちゃった。そうね、早く乗りたくて、今んとこ高速乗ってて、いい感じに走ってくれたかなっていう感じはあって、行けるかなっていう。まあちょっとね、まだ慣れてないから、あんま無茶しすぎずに。楽しみます。まあ今はまだキャンプバッグとか乗せてないんで、軽いんですよね。まだ乗せた時どんくらい重くなるのかなっていう。で、カウルがね、まだ変わってないんでね、昨日納車したばっかだから。この動画が出る頃にはね、多分変わってるとは思う、多分ね。ふぅ、楽しい。いやー、一人峠はね、やっぱちょっと緊張するわ。新しいバイクでだからね、 GSX でもギャーギャー言ってるけど、まあ割とね、曲がりやすいと思う。もう私が言ってるからだいぶ曲がりやすいとは思う。で、私が得意な垂直走りっていう走り方があるんですけど、垂直走りっていう走り方があるんですけど、バイク倒さないまま曲がるっていうことができるんで、私は。自慢げに言うなよって感じなんですけど。ね、姿勢まっすぐでしょ。ぴったりなんだよね。まあ、とはいってもね、結構くねくね多いからちょっと心配だけど。普通にこう走ってる分に、レーダーとかハンターカブみたいな感じでめっちゃ楽ちんって感じ。まあちょっと私インプレとかできないんで、まあ、感想を言います。私にインプレを求めないで。いっちゃよー、ぽい。なんか結構ね、勾配やった気がすんだよね。おい、おらー。朝だから声が。おー、ボス来ました。うわ、びっくりマーク出てきた。お、来た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 。あんまり来なかった。おーと、前の車がといいですね、ゆっくりで。助かります。やばい、濡れてる濡れてる、滑るぞこれ。新車でさ、タイヤもツルツルだからね、ちょっと怖いんだよね。ブレーキもまだそんなかかりが良くないんで、怖えな。楽しむぜ。ヨー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 、落ち葉が怖いぜ。あー、でもこうなんかウェッティ怖い。間違えたな、来る日。峠のね、スペシャリストから言わせてもらうと、今日ちょっとダメっすね。手振ってくれてる人が。いやー、メガネ橋いいねー。あー、怖い、濡れてます。あー、危ない。急に来たぜ。やるじゃねーか、薄い峠。このままの感じだったら結構いけちゃうんじゃない。あー、怖い。あー、やめちゃった。おれー、コーナー、チョレイ、チョレイ。チョレイは卓球の張本選手ね。前来た時よりは曲がれてるかな。前傾じゃないからいけてるのかもしれない。直線番長だぜ。あ、やばいやばい、くるくるくる、うぅ、やばい。私あれですかね、ウェッティっていう、あー、パンで背負ってますから。ウェッティで、あ、ちょっと自分の運転に酔ってきちゃったな。曲がりすぎて気持ち悪くなってきちゃった。どういうことだよって。ダメだ、目が回ってくるぞこれ、曲がりすぎて。あー、来るー来るー、きっと来るー、来っと来るー。あー、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 あー
あやべ、頭痛い、また。ああ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。うわー、なんかいた。なんかいた。ああ、やばいやばい、早く終われ、早く終われ。全然動画用とかじゃなくてですね、ちょっと結構マジで寄ってきちゃったんだけど、どうしよう。運転に酔いしれてるっていう意味じゃなくて、普通に酔う半々期間がね、あんまりね強くなくてでかいコーナーよりこうくねくねの S 字、あれがちょっと酔っちゃうって感じですね。うわーやばい。もういいもういい、うわーわ全部濡れてんじゃん。乾いてるとこねえのかよ。どこなのだろう。あ、乾いてたわ。これ以上やるとギロッピレンになっちゃう。これやばいぞ。うわーうわー、乾いてるけど無理。あーやばい、ちょっと右。うわー、あー実は朝唐揚げ棒食べちゃったんですよね。それがちょっと出ちゃうよ。出ちゃうよ、それが。やばいのでちょっとペース落とします。寒気してきたわ。おー、あー先見えないのやめよう、やめようね。パトロールカーの人ちょっと助けてもらって、ちょっと酔い止めくれないかな。え、嘘でしょ。わー譲られちゃった。予想外、いらぬ気遣いだ。私は車いた方がいいんだよ。頼むよ、なんでだよ、落ち葉やばいよ。うわ急に、うわあれ、あ、あ、あれ終わった、終わった、うわやった、うわやった、でもいけたよ。はい、飲み込みました。いやーちょっと危なかったね。水も飲める状況じゃなかったんで自力でなんとかしました。お食事中の方いらっしゃいました、ちょっと申し訳ございません、大変失礼いたしました。あーやっと止まれた。あーあー足がしびれてる。からのこのニュートラルに入れるので、あ、よし、お、早くできた。あー疲れた。GSX の時よりはね割とスムーズに行けたとは思うんだけど、逆にスムーズに行きすぎて酔うっていう予想外のトラブル。アホでしょ。スムーズに走れたって言っても皆さんの普通常よりはるかに遅いと思います。こけがあったけどこけずに、下山できましたということで、いやーよかった、ちょっとほっとしてる。条件がちょっと悪かったんで、どっか峠走るときは乾いた状態でね楽しむ余裕もできたらいいなーなんて思いますけど、いやーよかった、やってやったぜ。見たか。これからね畑、前動画にしたんですけどいろいろね植えたんで、ちょっとそれの様子を見に行くのと、キャンプイベントがね今度やるので準備とか打ち合わせとかいろいろあるんで、それでちょっとね行くんすよ今から。実はやることある前にだいぶグロッキーになっちゃったんで、ちょっと水飲もう。イベント来られる方楽しみましょう。ぜひそのキャンプイベント来るとき薄い峠おすすめです。私みたいにグロッキーにならないようにお気をつけくださいませ。じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかな。やってやりやしたぜ。はい、じゃあありがとうございました。バイバーイ。あー蕎麦食いてー、蕎麦食いたい。畑来ました。はい、大根とかもねできてるんで、これもささっと取って今日の昼飯にしたいと思います。小宮山さん、これ取れないっすよこれ。もろこしがですね、多分キツネかハクビシンでしたっけ、なんかにやられちゃって食べられちゃってカスカスになってると。もろこ頭を横側に、はい、お取れたて。はい、でこんな感じで、すごくないですかこれ、全部取れたやつですこれ。やばいんだけど。ガーリック揚げ。めっち
ゃ出た。飯できました。さっき畑で採った野菜たちでニンニクだけちょっと買いました。お味噌とか調味料入れて辛くはなくなりました。富山さんが大根の絞りかすでなんかお餅を作ってくれます。いただきます。ん、普通にうまいんだけどニンニクバグナうまっ。うん、おいしい。ごちそうさまでした。